かしあれだな、一太くん。俺最近思うんだけどさ、やっぱこの世界腐ってるよね。俺も実はね、最近そう強く思ってるよ。あ、やっぱり？だよね。手強いよね、世界ってやつは。そこなのよ。俺もさ、この腐った世界と戦うためには、うん、何をすべきなのか俺はってずっと考え続けてるわけよ。うん。でも馬場ちゃん詩人じゃん。まあね。うん。でも9年近く書けないわけさ。うん。まあ半端なものは書きたくないってのもあるんだけど。うん。でもさ、こんだけ書けないってのはさ、違うんじゃないか。詩人じゃないんじゃないかってここ2年くらい思ってる。わかる。わかるな。それ。うん、すっげえわかる。だから発想の転換も大事だよね。大事大事。うん、と撤退するのも勇気だからね。一択はどうなの？音楽は。いや、なんだろうな。俺は音楽を愛してるんだけどね、音楽は俺に興味ないみたいなんだよね、どうやら。で、気づくのに10年くらいかかったけど。あるもん、相性って。うん、だから今は模索中。うん、俺もう名前さ、一択やめて模索にしようかなと思って。亀持ち模索、どう？いい。じゃ模索？うん。え、なんか文学っぽい。文学。うん、あのさ、あの模索って名前もらってもいい？あのなんか何書くか分かんないけどさ、天然っぽくていいなと思ってさ。マジで？うん。わあ、そっか。あ、でも馬場ちゃんのためならいいよ。本当に？いいよ。ありがとう、いったく。いらっしゃい。いいよね、女の子は可愛くて。いい。だってさ、女の子がいるから世界に意味があるんだからさ。俺ね、俺ね、うん、男ってのは女の子を守るために生きてるんじゃないかって思うんだよ。真理だね、それは。でしょ。でもさ、俺はほとんどの女の子を愛してんのに、ほとんどの女の子は俺を愛せないみたいだよ。きついね、それ。きつい。まあ、でもいるとは思うんだけどね、俺を待ってる女の子が。いるよ、うん、いるよ。いいんじゃない、ね、やっぱね、うん、しないとね、恋はね。守るべき人を見つけるってことがさ、世界との戦いの一歩なわけだからさ。出たね、結論が。さすがだね。乾杯しようか、もう一回。バイバイ。ここまででお分かりとは思いますが、この男かなりダメな男です。名前は亀持ち一択。亀持ちなんてなんだか縁起もいいし、一択なんて潔い名前ですが、縁起は全然良くない、全く潔くもない男なのです。人生でまだ何も成し遂げていない、いや何もしていないのに、鼻毛はもう白髪。うわ、来た。いきなり恋した。いや、うわマジか。ちょっと見てくださいよ、これ白ですよ、白。やっぱやべえが、もうそろそろ俺。いやでも綺麗ですね、これ。
しろ、ほら。とりあえず死ねば。うわぁ、守りで。私の名前は徳良風子。このアパートの大家をしております。おはようございます。おはようございます。この青年、亀持ち一択以外にも住人はおりますが、詳しくはまた後ほど。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、怖い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 。静かにしてよね。で？あ、で考えろ。そして自分で言え。言わせるな。お家賃。その通り。あ、どうも。おいしい。で、どうするの？どうする？あ、いや、あの、もちろん出てく。いや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 、払う。あの、今仕事というかお金といいますか、なくて。よし、じゃあこうしような。はい、そうします。まだ何にも言ってない。甘えるな。はい。なんか面白いこと言って、何でもいいから。そしたら家賃負けてあげる。はい、どうぞ。働きます。やっぱいい仕事はないもんだな。時給安っ。花ね、やっぱ食い物の方がいいよな。ご覧の通り、ダメなだけでなくバカな一択、そしてバカほど叶わぬ恋をする生き物なのであります。あ、
君にはこの辺で働いてもらうことになると思うから。でさ、この市場はほぼ24時間稼働してるんだよ。夜勤もあるけどどうする？夜勤の方が時給。あ、昼でお願いします。マジでやばくないこれ？はあ、そう。はい。お疲れ様です。あ、聞こえないんだけど。お疲れ様です。あ、お疲れ。 あのこの間鼻毛白い。おい、だから何？あ、いや、あの、よろしくお願いします。別によろしくとかないし、そこ邪魔。いやいいですね、花は。やっぱり綺麗な花というものは人を幸せにしますね。あの子、花ちゃんな。花ちゃんって言うんですか？花市場にぴったりっすね。可愛いだろ。いやなんでお前が照れるんだよ。あ、でも怖いぞ。明らかにヤンキーだな。元相当悪かったんじゃないのかな、あれ。ほう、やった感じ？ちょっと暴れた、いつもより。そっか、やっちまったか。ただいま、海。ただいま。泣くなって。はいはいはい。買ってきたよ、海の好きなクリームパン。はい、あ、ごめん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 、ちょっと大きかったか。はい、こないにしてると可愛いけどな。可愛いじゃん、海はいつだって。まさし帰ってけえへんな。そのうち帰ってくんじゃない、ケロッとして。バカだからさ。まあ帰ってきたらばあちゃんの孫といえどもただじゃ置かないけど。今日学校から電話あってな、一日も早う学校に連れてきてほしいって。将来のためやって。将来って？いいの、海は私がちゃんと面倒を見るから。うん、おいしい。どないなってまうんやろこの子。やめなよばあちゃん。ヘレン・ケラーみたいにどこかにサリバン先生がおらんのかしら。奇跡の人。あれは外国のお話だからね。どうしたのばあちゃん、足。ちょっとね、いや、ちょっとばあちゃん、大丈夫？
それどころではなくなると思うので、今のうちになぜこんなダメ男が出来上がってしまったかをお知らせしておきましょう。これは一択の少年時代です。かつてはこんなに可愛い少年だったのにね。あれあれ、おやつやんば、かしやでつまんねえ。それでも幼いうちはうまくやれない自分が悪いのだと一択少年は思っていました。知らん、面白かったにゃ。でもこの頃になると悪いのは自分ではなくてこの腐った世界だと思うようになってしまいました。まあよくあるパターンではあります。そして唯一の友はロック。実によくあるパターン。でもこの頃はまだ良かった。負け犬ながらも世界とは戦っていた。そしてこの頃になると世界との関係をこの男はすっかり諦めていました。かっこよく言うとまるで風のように。簡単に言うと何もせず何も考えずに漂っていました。くそ、もうばあちゃん。一択。なんだよ。何、おめえこのままでいいなんか。そんなこと言ったってさ。一択。え、何、東京さ行け。え、やだよ。48,000R 行けっぺ東京。いや、でもさばあちゃん、東京さ行ってどうすんのさ俺。普通は逆だ。孫が東京さ行くっていうのを止めんなんが田舎の番ちゃんだ。探へ東京で。俺やりたいこととかよ、夢とかそういうの嫌いなんだよね俺。やりてえことなんかねくていい。え、自分にできること探へ。なんかあっぺ目標小さくない？なんでもいい、どんげなちっぽけなことでもいい。おめえにもできることなんかあっぺ。なんかだったらここで一択。はい、一度でいいから誰かの役に立つことをしろ。それめけてこい。それができたら初めて生まれてきた意味がある。それ見かねばそん時は。死ね。というわけで東京へ出た一択であるわけですが、いまだにできることすら見つけられないでいる。いえ、探すことも忘れてしまっているのであります。そしてもう一人の主人公花についても紹介しておきましょう。彼女の人生は不幸との戦いの歴史でした。花は幸せな女の子でした。見た目も普通の子より明らかに可愛く、その笑顔の美少女はご近所界隈では奇跡の美少女などと言われたりしたらしいです。ところが花は泣かなかった。かわいそうな母を
何とかしなくてはいけないと思ったのであります。自分がいい子でいれば大丈夫。この時の花はまだ信じていたのでありました。ところが、さすがにこうなると、なんかこれは違うんじゃないか、おかしいんじゃなかろうかと花は思いました。何なのこれは、どういうこと。おお、すごい、300万。1だよ。はい、300万円です。花は思いました。おかしいだろ、これどう考えても納得できない。このままじゃダメだ、戦うしかない。世界は私のことを忘れてやがるんだ。冗談じゃないし。革命の瞬間です。花の不幸との戦いのスタートであります。何すんのあんた。黙れここ。ねえデーブ、お前何考えたんだこら。うっせえハゲ。恐ろしく絵に描いたようなヤンキー誕生であります。やれやれ。でも花にとってそこは自分の居場所となったのです。何をやっても絶対捕まることのない花を仲間たちは奇跡の花と呼んでいました。余談です。んだよ。あ、すいません。気ぃつけろや。花は恋をしました。初めての恋、男の名前はアホのマサシ。アホだが心の底からいいやつでありました。でも圧倒的にアホでした。花、あ、見て。あんたアホだね、マサシ。まだ付き合ってもいないじゃん、どうすんのそれ。あ、そうか。俺花のためと死ねるし。付き合ってもいないし。ほな付き合おうぜ。おう。やがて二人は結婚。よし。そして待望の赤ちゃんが誕生。女の子でした。名前は海。それはそれは幸せな花でありました。だが花の試練は終わることはなかったのです。どういうこと。耳も目も口も不自由って何それ。そんなわけないじゃん。残念なことなんですが、そうなんです。何やねんそれ。ふざけんな。それでも医者か。治せよ、治せよ、なんとかしてよ。かわいそうだろ海が。なんだよそれ。さらにひどいことに。ただいま。あれ、マサシいないの。なんで。ダメじゃん海だけじゃ。ごめんの面の字が間違っているのが花をさらに絶望的な気持ちにさせました。ただいま海。そして現在に至るのであります。あ、幸せだな、ラーメンライス。二度と来るかバカ野郎。お前が困っても絶対助けてやんないからな。地獄に落ちろ。ああ、バカ野郎さん、なんだ。ちょっと、あんた、うちの看板になってこそ直しなさいよ。ああ、まったく。
部屋借りたいだかなんだか知らないけど、あんたなんかに貸せる物件あるわけないでしょ。大体ね、あなたみたいにね、自分の不幸ばっかり並べ立ててさ、人の不幸を全くかわい、それどうなすみません。いや、ありがとう。助かった。何でもありません。すいません。あの、いや、彼女、その…そうだよ。分かったでしょ。この子は目が見えない、耳が聞こえない、喋れない、それが何か？いや、ヘレン・ケラーみたいですね。そう言われんのが一番腹立つんだけど。この子はこの子だよ。なんとかみたいとか言うな。すみません。そうですよね。じゃあ住むとこ探さなきゃいけないから。なんだよ。あ、こっちです。帰ります。ちょっと待ってください。風子さん、というわけでお願いします。徳田アパートに何とか。部屋がいっぱいなのよね今。え、ああもう大丈夫。本当すいません。いいんで。じゃあこうしよう。はい、そうします。まだ行ってない、甘えるな。はい。学生ね。はい。君が出て行きなさい。はい。え、そうすれば問題なし。あ、いや、わかりました。そうしましょう。え、ちょっと何それ。いや、いいんです、大丈夫です。こんなの何とかなりますから。はい。いいね。面白い。面白くはないですよ。一階の奥に使ってない物置みたいな部屋があるでしょ。
一択青年にはそれで十分でしょう。決まりだね。え？よかった。よかった。かわいそうだからとかそういうのやめてほしいんだけど。続かないし、どうせそういうの。大きなお世話だね。え？この子はね、私の子供みたいなもんなの。いやだけどね、こんなの。大家といえば親も同然、店子といえば子も同然ってね、昔はそう言ったんだ。このね、何にもない、全く何もないこの男、自分の主張みたいなものが何もない、すっからかんのデクノボーみたいなこの子がさ、初めて頼み事をしてきたんだ。だからその頼みを聞かないわけにはいかないの。どうする？あなたが嫌だって言うなら、こっちは別にどうしても来てほしいわけじゃないし。あ、そんな、本当にいいの？あ、いいんですか？決めたなら、あなたは田中、子供も同然。気に入らないからといって突き放したりはしない。ってことは彼女は孫ですね。そういうことじゃないんだよ。すいません。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。遅くなりました。私は鶴里花、この子は海、7歳です。そう、7歳か、うん、学校は？海ちゃんみたいな子はどこに通ってんの？盲学校？それとも老学校？いえ、学校には。そっか、海ちゃんかいい名前だね。でもこの子には海って何なのかわからないですから。海どころか何もわからないんです。ここが人が住む家だっていうこともわからない、その意味もわからない。自分が触ったものに名前があることもこの子は知らない。ものに名前があることも知らない、うん、でもいつか分かる時は来るんだろ。この世界のこと、海のこともあなたのことも。はい。海、よかったね。え、また？臭いの？臭いですか？あのさ、こんな風に思ってるんじゃないでしょうね。え？この女なら可能性あるんじゃないか。ひょっとしたら俺でも。結構可愛いし、普通だったら自分みたいに冴えない男は問題外だろうけど、いろいろ抱えてるし、優しさに飢えてる感じだし、だったら俺にも可能性あるんじゃないか。それはないから悪いけど、ない。ええ。それに私離婚したわけじゃないし。え？帰ってくるから。マサシは。マサシ？そう、絶対帰ってくる。そうですか。うん。だといいですね。いや、僕はないでしょう、どう考えてもいや、僕が女の人でも選びません。はい、絶対もう自信持って選びませんね。はい、でしょ。
だな。ですよね。ここでいい。はい。ああ、引っ越し手伝いますから。じゃあ。ありがとう。というわけでよろしく、田中職。よろしくお願いします。わかりました。私は別に関係ないし私も基本的には反対するつもりはありませんし、大家さんがいいならそれで。そう、ただ軽く考えない方がいいと思いますよ。大学の授業で盲ろうの子供についてのビデオを見たことがあります。あ、福地君はね、東大生なの、エリートなの。将来は国を背負って立つんだよね。ええ、背負います。うわ、感じ悪い。え、あ、続けてください。盲ろうの方は光と音が失われているんです。想像できますか？僕にはできませんね。コミュニケーションが制限され、情報も制限され、永遠に続く静かな夜が広がっているだけとでも言いますか。で、まだ何もわからない彼女に何をどうやって教えるのか。支える側も相当な根気と思いがなければとてもできることではありません。24時間目を離すこともできない。施設に預ける方もいると思います。それも無理のないことなんです。盲ろう障害の方は日本に2万人ほどいると言われていますが、今の福祉行政ではほとんど何もできていないというのが現状です。なんか偉そう。え、言うだけで何もしない政治家みたい。イラつく。なんだよそれ。私そろそろ。あ、ちょっと待って、八袋さん。あ、はい。ありがとう福地くん。あれだね、今話聞いてて気づいたんだけど。はい。福地ただしくん、略して福士くんだね。は？何かと頼もしいね、福士くんがいてくれて。はい、よろしくお願いします。福士くん、やめてください。じゃあ福士くん。あ、じゃあ私もそろそろ。そう、あ、皆さんご苦労様、よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。福士くん、何かとご指導お願いします。福士です。福士くんはやめてください。福士くん。福地です。福士くん。福地だ。ちょっと行ってく。はい。この段差海ちゃんにとって危険だからなくそうと思うんだけど。うわ、素晴らしいですね。さすが大家さん、賛成っす。何感動してんのよ。やるのあんただよ。あとはどこかあったかな。はい、ご苦労様でした。ほら、たち、ほら、帰ろ帰ろ。おお、見違えたね。部屋も幸せだ。そんなにひどかったんですか。うん、ダメオラの部屋だったからね。あ、海。海。海。大丈夫です。ここもあんたたちの庭だよ。自由に使っていい。庭。
そんなの初めて。お願いがあります。花さんは今まで通り昼間仕事行ってください。その方がいいと思うんです、仕事した方が。でその間僕が海ちゃんといます。は？僕は夜のバイトします、入れ替わりで。そうしたら海ちゃん一人じゃないし。お願いします、そうしたいんです。僕は一緒にいる間海ちゃんにいろんなことを教えたいんです、この世界のこと。何言ってんの。精一杯やります、やらせてください、海さんと。だからさ、ふざけないでよ。かわいそうだとか思って浮かれんな。そういうの勘弁して。どうせ最初だけなんだから、投げ出すに決まってんだから。海育てんのどれだけ大変だと思ってんの。大変でも投げ出さないです、命を懸けます。は？田舎出るときばあちゃんに言われたんです、やりたいことなんかなくていい、できることを探せって。一度でいいから、一生に一度でいいから誰かの役に立てって。海ちゃんと花さんの役に立ちたいって思いました。だからやらせてください、お願いします。僕はこうやってちゃんと何もかも与えられてんのに逃げてばっかりの人生です。でも海ちゃんはたくさん奪われてんのに、できないことだらけなのに、暗闇と沈黙の中で世界と戦ってる、世界を知ろうとしてる。海ちゃんはすごいです、すごいです。海ちゃんに負けたくないんです。だからやらせてください、お願いします。意味わかんない、何なの。やらせてやればこの男本当に他にすること何にもないんだから。
お願いします。何も考えてなさそうなやつがいきなり真っ当なことを熱くまっすぐに、そして下手くそな言葉で訴えると、なぜだか胸を打つものです。人によってはそれをロックと呼んだりするらしい。でもロックとは基本荒々しいもの、つまりずさんなものであり、計画性やら現実性とやらは無縁のもので、どうするのということは何も考えていないものなのです。いい加減にしろ。びしょびしょじゃねえかよ。すいません、ちょ冷たいですよ。この男、いつか奇跡を起こしてくれるのでしょうか。ちょ冷たいっすよ。抱きしめたい、抱きしめたい、抱きしめてアムアムしたい。夢が叶うなら命も惜しくないわ。愛しちゃいたい、愛しちゃいたい、愛しちゃいたい。Oh baby、 キモいね、しゃーないね、骨までしゃぶらせて。東京タワーのてっぺんから三軒茶屋までジャンプする。初めてなんだよ、他人に預けるの。世界に興味を持って何が悪いんだよ。人は見かけで判断するの。スプーン、大事なのはどうやってスプーンでスープを飲んでスマイルするから。ロックだね、海へ。